陸軍元帥ビンディシュグレーツ公爵ヨーゼフ・クリーフーバーが、1848年、ビンディシュグレーツ公、ルートビヒ・アンゲラー撮影、1860年、アルフレート一世カンディードス・フェルディナント2、ビンディシュグレーツは、オーストリアの貴族、軍人。陸軍元帥、ボヘミアのターハウの領主ヨーゼフに暮らす2、ビンディシュグレーツ伯爵と、その2番目の妻で、 アーレンベルク公爵家の当主シャルル・マリー・レイモンの娘であるレオポルディーヌの息子として生まれた。1804年5月にビンディッシュ・グレーツ公爵に奨刷し、同年6月に17歳でオーストリア軍やりイレ連隊将族の陸軍中尉に任官した。第3回、第5回、第6回の大仏大同盟戦争に参加、ライプツヒの戦いなどで戦功を立て、 ウィーン会議中には戦争の英雄としてもてはやされた。1817年6月15日に、フラウェンベルクにおいて、シュバルツェンベルク公女エレオノーレと結婚し、長男のアルフレート2世をはじめ間に7人の子女を設けた。エレオノーレは、シュバルツェンベルク公、フェリックスの姉である。ビンギシュ・グレーツは、1848年から1849年に、 かけてのオーストリア帝国領における革命運動を抑圧した人物として知られ、自由主義者や民主主義者の間では非常に悪名高い人物となった。1848年6月中旬にプラハで6月暴動に際し、ボート側に妻を殺害されながらもプラハの首都長官として暴動を鎮圧した。フリードリヒエンゲルスは自らの発行する新ライン新聞において、 ビンディシュグレーツの暴動鎮圧をオーストリアのゴロツキ軍隊がチェコ人に暴虐を働いたおかげでボヘビアとドイツ諸法の平和的共存の可能性は完全に失われたと告評している。1848年10月のウィーン放棄においてビンディシュグレーツは皇帝フェルディナント一斉によって鎮圧軍の最高司令官に任命された。 10月31日のウィーン市街地への進軍により、ビンギシュ・グレーツは反革命派の勝利を確実なものとしたが、ボート側から約2000人の死者とおびただしい負傷者を出す結果となった。即決裁判による革命派政治家の処刑、とりわけフランクフルト国民議会議員のロベルト・ブルームの処刑は国内外で大きな反発を引き起こした。 ビンディッシュ・グレーツは1849年3月のハンガリーの独立革命運動の鎮圧にも大きな役割を果たした。公爵はオーストリア軍を率いてハンガリーに侵入し、1849年2月末のカーポルナの戦いでハンガリー軍を破った。同年4月10日、義勇兵とポーランド人亡命民族主義者から構成されていたハンガリー革命軍は、 オーストリア軍に最終的に敗北して解散を余儀なくされた。しかしその2日後の1849年4月12日、ビンディシュ・グレーツは新皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世との意見の相違から陸軍大臣を解任され、後任にはルートヴィ・ヒホンベルデン男爵が選ばれた。ビンディシュ・グレーツはボヘミアの領地に引退した。その後、ビンディシュ・グレーツは 外交面で様々な活躍を見せ、1859年には、マインツのドイツ連邦要塞の総司令官となり、1861年には、オーストリア貴族院議員となった。翌1862年に、ウィーンで世を去った。1835年より、自らの名前を通称に関したオーストリア陸軍第14、琉球兵連隊の連隊長を務めた。ありがとうございます。